ニコラオス・ニコス・アナストプーロスは、ギリシャの元サッカー選手、現サッカー指導者。元ギリシャ代表。選手時代のポジションは FW。ギリシャを代表するストライカーの一人で、1980年代のアルファ・エスニキで活躍した。また、ギリシャ代表として29得点は、歴代最多である。所属したオリンピアコス FC でもクラブ史上、 最優秀選手の一人に数えられており、291試合159得点の結果を残している。その得点力によって1982から83シーズンでは欧州全体で得点王ランキング3位に輝いた。1958年1月22日生まれ、1976から77シーズンに地元のダフニからパニオニオス FC に移籍し、 アルファ S2 期初出場を飾った。1979年には、キペロ・エラーダスを制し、UEFA カップ・ウィナーズカップ1979から80に参戦した。欧州サッカー連盟主催試合での偉人となった、FC トゥーエンテ戦では2得点、その後のイフック・ヨーテボリ戦でも1得点の活躍を見せた。これによって、 ーエンテやギリシャ国内のクラブ等から遺跡の打診を受け、オリンピアコス FC に遺跡した。オリンピアコス時代には、ムスタキアスとしても知られ、1982から83、シーズンに29得点、1983から84、シーズンに18得点、1985から86、シーズンに19得点、1986から87、 シーズンに16得点を挙げリーグ得点王に輝いた。1987から88シーズンにはイタリアセリエ A の US アベリーの1912に加入。コッパイタリアでは活躍したもののセリエ A では無得点翌シーズンにギリシャに戻った。エクアテネ FC に加入するかと思われたがフルスのパニオニオスに復帰した。その後、 オリンピアコスに復帰し、イオーニコス FC を経て、オリンピアコスで引退した。1977年9月21日に代表初出場し、合計75試合に出場29得点の結果を残した。UEFA 欧州選手権1 9 8 2出場し、この大会唯一となったギリシャ代表の得点を、チェコスロバキア代表から得た。クラブ個人。 ありがとうございます。